パソコンはどちらに入っているでしょう。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、海外から届いた超小型パソコンをご紹介していこうと思います。この中にパソコンが入ってるの？はい、この中にパソコンが入っているんですよね。一体どんなパソコンが入っているのかしら？ということで今回は、まずはこのパソコンのメーカーホームページやスペックの確認、次に開封と中身の確認をして、どのくらい使えるのか性能の確認、最後に開けられるところを開けてみて中身がどんな感じか見ていこうと思います。もしこの動画が面白かったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ではまずメーカーホームページを見ていきましょう。もともとのページが英語だったので Google の自動翻訳でページを翻訳しております。まずはこのパソコンですが、 GMKTECH の NUCBOX5 ミニ PC になります。CPU はインテル11世代のセレロンが搭載されているみたいです。セレロン？と思った人が多いかと思います。まあこの超小型パソコンのセレロンがどのくらい使えるのかっていうのも見ていこうかと思います。こちらの NUCBOX5 は値段の方が、メモリ 8GB と SSD256GB で $319.99、日本円で約4万円。メモリ 8GB と SSD512GB で $399.99 の約5万円となっております。まあゲーミングパソコンではないので、重いゲームなどを入れるということはあまりなさそうですね。ただ現在 20% オフもやってるみたいなので、リビングなどで使いたいパソコンには良いかもしれませんね。この値段差だと安い方を買って、マイクロスドカードで拡張って使い方が良さそうな感じもします。あとびっくりしたのが、このスペックで Windows 11が搭載されているってことと、4K60Hz も対応しているところがすごいなと思いました。まあ 4K モニターがないので 4K を試せないんですけどね。このホームページを見てる限り、コンパクトでどこでも持ち歩ける、そんなパソコンをコンセプトに作られたんじゃないかなと思えるぐらい小ささを売りにしてるみたいですね。それでは次に開封をしていきましょう。まずは外箱ですが、小さすぎて新品のスマホを買った時のような感覚になります。確かにこれにパソコンが入ってるって感じはしないわね。表面に GMKTECH のロゴと Windows 11、Intel のマークが入っており、黒をベースにかなりかっこいい外箱となっております。それでは開けてみましょう。オープン。中身は上が付属品で、下がパソコン本体となっております。ということで中身はこんな感じになっております。付属品は説明書とアダプター、パソコン本体のみとなっておりました。ここにできたら HDMI ケーブルを1本つけてくれるとよかったかもしれませんね。ちなみにアダプターには、きちんと PSE マークもついているので、国内でも安心して利用可能です。では続いて本体を見ていきましょう。シュララ。ではこちらが本体となります。もうこの時点でかなり小さいのがわかります。本当に小さいわね。自分でもこんなに小さいパソコンがあるとは驚いてます。ちなみに本体重量はなんと 206g。 206g って軽すぎない？デスクトップパソコンだと CPU クーラーだけで 200g を超えるものもあるから、それを考えるとかなり軽いですよね。で、本体のサイズですが、表記はインチになってますが、換算で 72×72×44.5mm となっており、ポケットにもすっぽり入るサイズとなってます。写真だとスマホより小さそうね。吸排気については、両サイドから吸気し、後ろから排気という構造になっているみたいです。続いてインターフェースを見ていきましょう。まずは正面。こちらは電源ボタンと USB3.2 が2つ付いております。続いて右側はケンジントンロックとマイクロ SD カードスロットが付いています。小さい筐体にカードスロットが付いているのは何かと便利でいいですよね。続いて裏面、こちらは USB Type-C、HDMI 2.0 が2個、イヤホンジャック、LAN、USB 3.2 が1つとなっております。USB の数が全部で3個となるので、マウス、キーボード、あと1つという使い方が良さそうですね。左側面は何もありません。裏面にはネジが付いているので分解の際はこちらからアクセスするようになっております。こちらは後ほど外してみましょう。では続いて実際に動かしてみたいと思います。まずはマウスとキーボードを USB に接続します。
こういうパソコンの時は無線の方がスッキリしそうですね。HDMI と、電源を取り付けて、それでは電源を入れてみましょう。アダプターをコンセントにつないで、あれ？アダプターをつなげたらなんか勝手にスイッチが入ってしまいました。中華パソコンあるある。そうかもしれません。ということでこのまましばらく待っていると、 Windows の初期セットアップが始まります。ここは画面に従って進めていきましょう。ということでアップデートも含めて設定が終わりました。ではここからこの超小型パソコンの性能を隅々まで見ていこうかと思います。果たしてどのくらい使えるのか。シュララ。ではまずは起動時間から見ていきましょう。スイッチオン。はい、ということで約13秒で起動となりました。これならそこそこ早いんじゃないでしょうか。では続いてスペック等の確認をしていきましょう。CPU はセレロン N5105 で、こちらは4コア4スレッド、ベースクロックが 2.00GHz、ターボブーストが 2.90GHz。TDP はなんと、10W になります。10W ってかなり省電力ね。まあ小型パソコンやノートパソコンなんかは省電力が売りってのもありますしね。メモリは 8GB で速度は 2933MHz となっており、スロット仕様が2分の1になっていますが、こちらは増設はできなさそうです。続いてストレージが N5512GBSSD330 と書いてあるんですが、こちらネットで検索しても出てこなかったんですよね。とりあえず容量は 512GB となっております。最後にグラフィックは、Intel UHD グラフィックスが搭載されています。スペックはこんな感じとなっております。ちなみにアイドル時の消費電力は 6.1W となっておりました。かなり家計に優しいわね。では続いて検証をやっていきましょう。まずはストレージの速度から測ってみました。リードが 553MB/s ということは、おそらくこの SSD は NVMe ではなく、SATA の SSD が搭載されてるのかなと思います。では続いていってみましょう。シネベンチ R23? それでは恒例のシネベンチを回していきたいと思います。小型パソコンとはいえ4コア4スレッド、どこまで頑張れるか。あれ、何回が出るの？遅くない。まあ性能的に仕方がないかと。では結果はこちら。マルチが2078ポイントでシングルが606ポイント。アイドル時の温度が44度で、最高温度が86度と87度となりました。セレロンにしては頑張ってるかなと思いますね。シネベンチ実行中の消費電力は約 19W 程度でした。そしてみんな気になる動作音なんですが、これがですね、めっちゃ静かだったんですよ。せっかくなんでちょっと聞いてみましょう。ファンが回ってはいるので多少は音が出ていますが、ほとんど気にならないんじゃないかなと思います。それでは次行ってみましょう。ファイナルファンタジー14。ちょっと無謀かなと思ったんですが、試しにやってみました。設定はフル HD の標準品質ノートパソコンで行いました。フレームレートが、この小型パソコンがゲーミングパソコンではないので、仕方がない部分ではあるんですけどね。結果は1880の設定変更が必要となりました。平均フレームレートも 13.2 とかなり厳しい結果でした。ま、ゲーミングパソコンじゃないですから。では次。フォートナイト。いやいやゲーミングパソコンじゃないって言ってるのに何やってるのよ。まあせっかくなんで試しにやってみました。降下中は 10fps 前後で降りています。前後というか下回ってる気もするけど。着地後はだいたい 30fps 前後で動くことは可能でした。あ、設定をお伝えしてありませんでしたが、フル HD で 3D 解像度と描写距離マックスの、パフォーマンスモードでやっております。やはりセレロンの限界か途中で止まったりしてしまいます。いやでもむしろこれだけ動けてるのもすごいわよね。確かにそうですね。それから最後に普通にブラウザでの快適さですが、Google Chrome でたくさんタブを開いてページを開いたりしてみましたが、特に問題もなく見ることができました。
YouTube も見てみましたが、フル HD では特に問題もなく見ることができ、全画面との切り替えの際に一瞬だけもたつくけど、普通に見るのは問題がない程度かなと思いました。まあ確かにこのくらいなら全然普通に見れるわね。CPU はかなり頑張ってますけどね。シュララララ。では最後にサクッと分解してみたいと思います。あ、分解をすると保証が切れたりするものもあるのであくまで自己責任でお願いします。ということで裏側の4つの足のネジを外していきます。ネジを外したらこの蓋をこじ開けます。はい、開けるとこんな感じで M.2SSD が出てきました。こちらに搭載されていたのはネタックの M.2-2242SATA512GB が入っていました。こう見ると後から追加で増設とかはできなさそうですね。せっかくなのでさらに4本のネジを開けていきます。こんな感じでグリグリしながら外していきます。するとこの銀板が外れます。はい、こちらが中身ですね。うわ、ちっちゃ。ここからさらに開けてみたかったんですが、どうやって開けたらいいかわからなかったので、とりあえず今回はここまでにしてみました。とりあえず分解してみて思ったことは、メモリの増設や SSD を追加で入れたいというのはできないってことがわかりました。M.2 に関しても2242サイズしか入らないので注意ですね。はい、ということで今回は、GMK テックのミニパソコン、NACBOX 5をご紹介してみました。小さいけど本当にパソコンだったわね。今マウスと並べてますが、マウスよりパソコンの方が小さいって、本当に不思議ですよね。このミニパソコンを使って、リビングで YouTube や動画を見たり、Excel や Word などでの作業、テレワークでの会議等にも、意外と使えるんじゃないかなと思いました。あ、ゲームをしたい場合は、ゲーミングパソコンでやってください。もしこのパソコンが気になったら、ぜひ概要欄から見てみてください。ということで本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。